東京ディズニーシーファンタジースプリングスホテルのメインエントランスです。そして入り口の近くにはミッキーが岩で表現された魔法の泉が出迎えてくれます。こちらはファンタジースプリングスホテルに泊まった方だけが利用できるテラスです。そしてこちらの眺め、ファンタジースプリングスを上から見下ろすことができて、よく見るとアレンデール城も近くに感じられます。すごく贅沢な景色です。あ、すごく可愛らしい空間ですね。あ、ここを見るとファンタジースプリングスにいるミッキーとミニーのアメニティも置いてあります。そして奥に進むとベッドが2つありますね。あ、こちらにはラプンツェルをモチーフにした絵が壁にあしらわれています。そしてよく見るとあちらにもラプンツェルの映画に出てくるキャラクターパスカルもいますね。そして下を見るとバンビもいます。この花や草木をモチーフにした可愛らしくて落ち着くお部屋です。